はい、こんにちは。昨日釣ったトラウト、今日はこれを大名おろしにしていきたいと思います。ちょっとね、キッチンじゃないんで今日はやりづらいんですけど、ちょっと挑戦していきたいと思います。では今日は、トラウトの、三枚おろし、大名おろしでの三枚おろしをやっていきたいと思います。ではやっていこう。はい、ではまずは鱗を包丁で取っていきます。鱗は尻尾から頭にかけてこんな風に生えてるんで、包丁でそれを逆らうような感じでやると取れてきます。で、特に取るときにこのお腹の方、これはね、この包丁の下の方ですね、これ使うと簡単に取れてくるんで、この下の方を使ってお腹側を取る。で、逆に背中の方はこの先っぽの方を使ってよく取っていくと、下ろすときに楽です。まあ、今日はね、大名おろしなんでそんなに大丈夫なんですけど、普段普通の三枚おろしするときは、この特にお腹と背の方はすごくね、よく取っとかないと大変なんで、鱗がね、包丁に引っかかっちゃってめんどくさいんで、よく取るのが普通ですね。で、取れたら今度裏返していきます。で、裏の方も取ってきます。もう同じようですね。尻尾から頭にかけて、そしたらこんな感じで、鱗の取れたトラウト。これを今から大名おろしにしていきます。まずは、この胸びれ。この胸びれを頭につける感じで、頭を落とします。こう斜めに。で、反対側。同じように胸びれを頭側につけて、頭を落とします。それでこのお腹のここのお尻の穴、ここからお腹を開いていって、で、内臓を全部出します。で、この内臓と一緒に頭を取り出して、で、あとはこの血合いですね、お腹のこの血合いを包丁でピーッと切ってあげる。で、これを今から水洗い。はい、じゃあ今血合いを切ったら、今度は水、この水の中でここを血合いのどんどん取ってきます。もう指でね、普通にこうやってこそげ取るだけでもいいんですけど、もし、使い古したね、歯ブラシとかあれば、こんなんで軽くカシャカシャカシャってやってあげると簡単に取れちゃうんで、そういうのがね、楽かもしれないですね。よいしょ。まあ、ざっくりですけど、こんな感じで、血合いが取れました。よいしょ。はい、こんな感じですね。ザン。はい、そしたら、中、きれいにできたら、今度は水気。魚の水気をよく切って、で、こう中もね、よく水気を切ります。こうね、ペーパーとかで拭いてあげて、で、まあちょっと残ってる血合いとかね、そんなのも綺麗にできたらいいかなと思います。よいしょ。まあざっとでいいんでね、ちょっと水気を切って、で、これから大名おろしをしていきます。では、早速やりたいと思います。そしたら、ここに魚の中骨があるので、これに沿ってザーッといきます。この中骨に包丁を当てて、で、ズズ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 、で、もう一回ズズズズズズ、これで終わりです。こんな感じですね。で、反対側同じく、ここの中骨、ここに包丁を当てて、ズズ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 ズ、はい、こんな感じですね。で、次は、まずは、1枚、2枚、3枚、3枚におろし終わりました。そしたら今度ここの腹骨、これをすいていきます。ね、
皮一枚になったらもう切っちゃいます。でまあこんな感じでできましたね。でもう一枚やっていきます。この腹骨ここですね。で皮一枚になったらもう立てて切っちゃいます。たらこんな感じですね。できました。はい、はい、そしたら、トラウトの、三枚おろし、大名おろしで三枚おろしで腹骨をすいた状態ですね。今日はこんなところで終わりたいと思います。ではよいしょ。ではご視聴ありがとうございました。また。